カーラ・ブラックは、ジンバブエ・ハラレ出身の女子プロテニス選手。二人の兄、バイロン・ブラックとウェイン・ブラックもプロテニス選手で、カーラは三人兄弟の末っ子である。ウィンブルドンを最も得意とする選手で、女子ダブルス部門で3勝を挙げ、2004年ウィンブルドンでは、女子ダブルス、混合ダブルスの2部門を制覇した。WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス60勝を挙げた。 自己最高ランキングは、シングルス31位、ダブルス1位。身長167センチメートル、体重55キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ブラックの家族は、父親が1953年と1956年に、ウィンブルドン男子シングルス3回戦に進出した、名選手で、自宅のアボカド農園の裏庭に4面の芝生コートを、 建設した。三人の兄弟はその中でテニスを習得し、末っ子のカーラも父親の手ほどきを受けた。ジュニア選手時代は、四大大会の女子ジュニア部門で1997年のウィンブルドンと全米オープンのシングルス優勝、全仏オープンとウィンブルドンのダブルス優勝があり、ウィンブルドンではジュニア部門の単覆制覇を達成している。1998年1月に、 プロ入りし、この年の全仏オープンから4大大会の本戦に出場している。ブラックの4大大会シングルス自己最高成績は2001年全仏オープンの4回戦進出である。この時はイタリアのフランチェスカ・スキアボーネに6から7、1から6で敗れた。カーラ・ブラックのサービスカーラ・ブラックのダブルス優勝記録は2000年1月の ニュージーランド・オークラウンド大会から始まる。2001年9月のトヨタ・プリンセス・カップでは、南アフリカのリーゼル・フーバーとペアを組み、決勝で、杉山愛とキム・クライシュ・テルスの組を6から1、6から3で破って優勝した。2002年の全仏オープン混合ダブルス部門で、時系のウェイン・ブラックと組んで、初優勝。2004年は、彼女のテニス経歴を通じて、 最も充実した年となり、女子テニスツアー大会のダブルスで年間7勝を記録した。この年のウィンブルドンで、カーラ・ブラックは、オーストラリアのレネス・スタブスとペアを組んだ女子ダブルスと、ウェインと組んだ混合ダブルスの2部門制覇を達成した。女子ダブルス決勝では、ブラックスタブス組は、杉山アイリーゼル・フーバー組を6から3、7から6で破って優勝している。 2005年のウィンブルドンでは、カーラは、フーバーとペアを組み、決勝で、スベトラーナ・クズネツワア,アメリ・モレスモ組を6から2、6から1で破って、ウィンブルドン女子ダブルスに連覇を達成した。2007年の全豪オープン女子ダブルスで、ブラックとフーバーは、台湾ペアの戦英前消化用組を6から4、6から7、6から1で破って優勝した。 ウィンブルドンの女子ダブルス決勝では、杉山アイカタリナスレボトニック組を3から6、6から3、6から2の逆転で破り、ブラックはウィンブルドンの女子ダブルスで2年ぶり3度目の優勝を成し遂げた。2008年、ブラックとフーウバーは全米オープンで女子ダブルス初優勝を達成した。全米女子ダブルス決勝は8年前の2000年に杉山アイ ジュリー・ア・ラールで休日組に敗れた、準優勝以来の進出だった。8年ぶりの全米女子ダブルス決勝で、ブラックとフーウバーは、リサ・レーモンドサマンサ・ストーサー組を6から3、7から6で破った。ブラックは、同大会の混合ダブルスでも、リーンダー、パエスト組んで優勝し、女子ダブルス、混合ダブルスの2冠を獲得した。 パエストのペアで2010年全豪オープンと2010年ウィンブルドン選手権の混合ダブルスも制し、四大大会ダブルスでの通算優勝数は女子ダブルス5勝、混合ダブルス5勝の計10勝となった。2012年4月に2005年に結婚した元、オージーフットボール選手、ブレット・スティーブンスの間に長男を出産した。ブラックは2015年ウィンブルドン選手権を最後に、 公式戦出場が途絶えている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。